こんにちは、うぷ主のクエストドラゴンです。皆さん、こんにちは、ゆずきゆかりです。今回も、鬼畜マインクラフト、やっていくよ。確か、前回、洞窟探検って言ってましたね。そうだね。あと、何だったっけ。ひどいですよ、うぷ主。私が、一番楽しみにしているものを忘れるなんて。あ、羊牧場ね、そうだそうだ。そんなようなことを言ってたな。はあ、本当に作る気あるのかな。しかし、小麦はできてるかな。まだ、収穫にはちょっと早すぎな気もしますが。じゃあ、植えようかな。ジャンプしたのに、畑の水が乾いていないのは偶然でしょうね。いや、よかった。はあ、これだから間抜けって言われるんだろうな。さて、収穫もできたし、準備を整えて洞窟探検に行こうかな。ちなみにうぷ主、キャプチャージは怯えながら準備しています。怯えてないよ。そんなことを言って、視聴者さんがうぷ主のことを信じてくれるか、私のことを信じてくれるか。優しさのある視聴者さんがうぷ主のことを信用してくれればいいですけどね。なんか、出演するたびにゆかりさん、怖くなってきてない？こういう実況にはもう慣れたの？まあ、よくわかりませんが、確かに、最初の頃の私とは違うのかもしれませんね。だよね。それでは、洞窟探検に行きましょうか。ちょっと思ったんだけど、洞窟探検のことばっかりで全然他のことをやらないものだから、視聴者さん、飽きてきちゃったかな？少なくとも、そう思っている視聴者さんはいらっしゃるでしょうね。よいしょっと、さっさと終わらせた方がいいよね。洞窟探検、ダイジェストにしようかな。次回の洞窟探検。洞窟探検は敵と戦わないとある程度面白くなりませんし、平和に功績を取って松明をつけてなんていうことをしていては、視聴者さんもブラウザバックしてしまう可能性だってあるでしょうね。とするならば、トーク力を磨けばいいんだ。ゆかりさん、今日は何があった？トーク力を磨くんじゃなくて、まあ、それも必要ですが、何よりもまず、地味な洞窟探検をやめて、さっさと別のことに取り掛かるんですよ。牧場作りとか。あ、ここ、行ってないよね。ああ、クリーパーじゃないですか。必ず出てくる。結構嫌いなんだよな、俺。あ、でも、爆発を止められましたね。あ、やっと無害で倒せたね。は、パート6になって、やっとですか。絶対下手って言われるパターンですね。だって何もついていない剣で倒すのも結構難しいよ。エンチャントのノックバックでもついていれば、いけたかもしれないし。ダッシュすればノックバックできますよ。少しは勉強してください。まあ、次回はダイジェストでお送りします。さて、奥の方には、行った。今度は骨組みだろうか。なんて変な名前。やばい、ライフが減ってきた。とにかく倒すのね。よし、勝ったぞ。はあ、早く洞窟探検から抜け出しましょうよ。でも、ここを早く制覇したいし。何しろ、マインクラフトにはちゃんとクラフトという単語が入っているんですから、何か作ってくださいよ。まあ、次回か、その次あたりで。これ、絶対後回しになるパターンだな。さて、どうすればいいんだろう。全身あるのみなのではありませんか。じゃあ、資源を取るために全身あるのみで。資源じゃなくて、制覇するために全身してくださいよ。そんなことしているから、いつまで経っても、洞窟探検が続いてしまうんですよ。わかった。次回はダイジェストで早く終わらせるから。てか、またクリーパーがいる。もうこんぼりだな。というか、ダイジェストにしたところで、トーク力はどうなるんですか？あ、まあ、その都度考えるよ。この人、実況に向いているのだろうか。まあ、ちょっとあのクリーパーはほっといて、前回見つけただけで取れなかった金を取りに行こうか。おお、いいですね。金だけは目がないんだな。ゆかりさん、スカイブロックの時も一周気を引いていたし。見つけ次第、資源を取っていこうか。持ってて困ることはないし。資源を取ってて唯一困ることは、作業が地味すぎて動画が美味しくならない、といったところでしょうね。まあ、そこを遠くで補うんだけどさ。確か、この奥を進めばあったはず。
ゾンビさんの声が近いですね。隣の洞窟からだから、まだいいけどね。さて、取っていきますか。金って結構見つけるの難しいですからね。そうだね。埋蔵量も少ない方だからね。なんでウプ主、そういうことだけは知っていて、戦闘方法などについては無知なんですか？なんでだろ。もう一度、マイクラについてまんべんなく勉強し直してきてください。まあ、やっていくうちに学習していくでしょ。本当に学習するのだろうか。どこだったっけ？そっちは、出口しかありませんよ。ウプ主。ああ、そうだった。ここの洞窟って広いから迷うよね。道を覚えていれば、どうってことはないと思いますが。まあ、確かにそうだけどさ。そういえば、ここの洞窟って二手に分かれているんでしたよね。先ほどのスケさんと戦ったところ以外に、これまでの動画で行くことを拒んだ下の階層がありますね。ここ、水が流れているんだよね。待て、いつの間に？下手ですか？ウプ主。いや。ウプ主。待て、俺が何したっていうの？学習、しましたか？いやな、行くことないじゃない？まったく、マイクラ初心者みたいに戦わないでくださいよ。じゃあどういう戦い方をすればいいの？自分がダメージを受けないように戦ってくださいよ。そんな無茶なこと言わないでよ。できないことはないのですから。はあ？石炭取ろうかな。もう、私が目にするものは石炭しかないのでしょうか。そんなことはないと思うよ。いずれ別のものもよく見るようになるさ。思ったのですが、洞窟探検なんてしているから石炭や鉄しか見れないんだと思います。とにかく、取ったら早いとこ行かないとだね。どうやら、ウプ主はトーク力がないようなので早送りになります。はい。取り終わったから、行こうか。いつまで、こんなことが続くのでしょうか。さっさとゾンビにでもやられれば、少しは面白くなるのに。ゆかりさん、今さらっと怖いこと言わなかった？いえ、何も。怖い。それじゃあ、奥の方に進んでみようかな。にしても、だいぶ怯えているようですね。松明を自分がいる位置よりも少し先のところに設置していく。怖がっていることがお見通しですよ。私だけじゃなく、視聴者さんもおそらく感づいているのではないでしょうか。観察力の高いお方で。あ、認めましたね。じゃあ、罪にも怯えるんでしょうか。こんな奴には怯えないでしょ。罪に怯えないのであれば、一体何に怖がっているんでしょう。こいつかのよ。納得です。というか、また爆発させたんですか。もう一発撃ち込まないとダメでしょうか。いやいや、ダメージは食らわなかったでしょ。ダメージを受けなくても、もうちょっとうまく戦ってください。クリーパーの場合、爆発させたら何も得られないじゃないですか。つまり、ゆかりさんの言ううまい戦い方っていうのは、しっかり剣で敵の息の根を止めろってこと？そういうことです。なんか、また視聴者さんには理解しがたい会話をしてしまいました。なんか、よくわからない会話ばっかりだから視聴回数が減りそう。まあ、トークが動画の面白さの全てではないですし、ゲーム内で何か起こしましょうよ。だいぶ上から水が流れているよね。この洞窟の大まかな構造はどんな感じでしょうか。そんなことよりスケさんが撃ってきた。しかもゾンビだ。高がそれぐらい、さっさと済ませてください。めっちゃわかりにくいですが、この洞窟、見てみると結構複雑ですね。さらに、ここからいくつも枝分かれしているとなると、動画を何本出せば洞窟探検が終わるのかわからないので、おそらくダイジェストになるかと思います。あ、お疲れ様です。生き残れましたね。はあ、もうちょっといたわってよ、ゆかりさん。まだ他人にいたわってもらうほど年取ってないんですから、弱音を吐かないでください。前と比べてゆかりさん、だいぶクールになってない？こう、冷たくなったというか。
私も変わることはありますよ。いや、変わりすぎでしょ。まあ、とりあえずここに仮拠点でも作って、いざという時に何かできるようにしておこう。出口付近に仮拠点作る人なんていませんよ。でも、外が夜の時はここで過ごせるでしょ。まあ、そうですが、ウプ主の場合、夜でも駆け抜ける人だからな。そういえば、ゆかりさん、うまい戦い方って言ってたけど、別にゆかりさんの言っていることがうまい戦い方っていうわけでもないよ。では、例えばで言うと、戦うことだけがうまい戦い方じゃない。時に歯逃げ、時に歯相手の様子を伺うこともうまい戦い方の一つと言えるだろう。どう？結構いいこと言ったんじゃない？同感って方は高評価お待ちしてます。いいこと言ったと思いますが、それを実行してますか？高評価はないと思います。いや、でもわかんないよ。そうですね。結果が楽しみです。高評価の字幕を出しておこう。ここだよね。下の階層にある洞窟って。そうですね。結構暗いので、モンスターも潜んでいるかと。まあ、いつかの時で。怯えてる。あれ、ここの道、来たことあるな。おそらく、金を取った場所ですよね。そうだよね。あの花崗岩でわかった。じゃあ、ちょっとまたあの例の場所に戻ってみようかな。怖がりなんだから、無理して行かなくてもいいのに。ここって、未だに湧き潰しが十分じゃないんだよね。それだと、何か出てくるのでは。松明を置いて。やっぱりなんか来たわ。クリスターさん、なんでこんなにいるの？さっさと倒しましょう。わ、離れたのに爆発するっていう。さっきのコウモリさんと、何か関係があるのでしょうか？もう今回でクリーパーに何回あったんだろう。3体でしょうか。今回の動画のタイトルが決まったかも。何でしょう。神回、クリーパー3体現る、ウプ主、危機一髪、は？なんか、それっぽい動画のタイトルをつけている動画があったような気もしますが、なんか、週刊誌っぽくなってません？あと、クリーパーの件であれば、パート2の時に2体同時に出てきましたよね。洞窟に落ちて。なので、別のタイトルはどうでしょう？そうか。では、鉱石採取タイムにつき、早送りです。よし、それじゃあ、戻ろうかな。そろそろ、動画終了時間3分前ですね。あの出口付近のおかしい仮拠点に戻りましょうか。何もおかしくないでしょ。おかしいと思うのは私だけでしょうか。と、言ったところで今回はこの辺りで終わろうか。次回は、何をするんですか？次回はダイジェストで洞窟探検だよ。次回で終わってほしいね。次回で終わらなかったら、責任を取ってもらいましょうか。あと、名言に共感で高評価、よろしくお願いします。いくつになるかな。それでは、終わろうか。ご視聴ありがとうございました。